エルンスト・ストローマー、エルンスト・フライ・ヘア、男爵・ストローマー・フォン・ライヘンバッハ、エルンスト・フライ・ヒア・ストローマー・フォン・ライカンバック、1870年6月12日1952年12月18日は、ドイツの古生物学者である。ストローマーは、エジプトサウルス、バファリアサウルス、カルカロドントサウルス、及び現在知られる中で最大の獣脚類、スピノサウルスといった、 エジプトにて発掘された白亜紀の恐竜について学名の記載を行った。エルンスト・シュトローマーはドイツ社会で貴族階級、男爵に属し、彼の父は故郷ニュルンベルク市の市長を務め、先祖代々、法律家、精神、科学者、建築家などであった。エルンスト・シュトローマーは1920年に結婚し3人の息子を設けたが、息子は皆、 ドイツ陸軍に入隊した。収集物の末路を参照。1910年11月7日に、シュトローマーは古生物学目的の探検のために、ロイド社の蒸気船クレオパトラにて、エジプトのアレキサンドリアに到着した。だが、三等船室の乗客に、これらと疑われる症状があると医師が報告したため、船が検疫にかけられ、シュトローマーは、 その後二日間戦中にとどまらなければならなかった。11月9日水曜日に医師が乗客の解放を発表するとシュトローマーと随伴者はホテルに一泊し、翌日カイロ業の記者に乗った。カイロのホテルにチェックインした後、シュトローマーはエジプト地質学調査委員会の会長より歓迎の手紙を郵便局で受け取った。シュトローマーは礼儀を重んじる人物であり、 午後には表敬とその後の探検計画の策定を兼ねて名声が高いドイツ人エジプト考古学者であるゲオルグ・シュタインドルフの事務所を訪れた。11月14日にシュトローマーはエジプト地質学調査委員会の砂漠調査部門を創設したジョン・ボールと会った。その年のうちに調査委員会はエジプトの最初の地形図を出版し、 翌1911年に出版する手はずだった地質図を仕上げた。いずれもシュトローマーには非常に貴重なもので、これをもとに自分の探検の目的地をほとんど知られていなかった西部砂漠地帯のバカリアにメで、て計画を進めた。11月15日、シュトローマーに気がかりなことが発生した。ヨーロッパ人で西部砂漠に惚れ込んで住み着き行方不明になったリヒャルと、 マルクグラーフのことである。マルクグラーフはカイロの南にあるシヌリスという小さな村に住んでいた。彼がシュトローマーと知り合った経緯は明らかではない。シュトローマーは約10年前の1901年から翌年にかけての冬にマルクグラーフに会い大変意気投合した。マルクグラーフは10年半の間シュトローマーの化石収集係サムラーを務め友人になった。 だが、マルクグラーフは病気がちだった。その理由がマラリアなのか、腸チ,チフスによる腸内出血か、慢性アメーバ赤リによるのかは不明である。ある朝、探検の計画策定に何としてもマルクグラーフが必要だったシュトローマーは、彼がまた発症したことに頭を抱えた。それまで彼は、現れず彼と連絡を取ろうにも無理だった。だが、ホテルの自室のドアを開けると、 マークグラフが椅子に座っており、彼の不安は分散無償したという。探検計画は三部構成だった。まず、シュトローマート、マルクグラーフはカイロからワディエルナトルンへと北西に進路を取り、数週間この地域を探検した後カイロへ戻り、補給の後に今度は南のルクソールへ移動し、ナイル川の谷の東岸斜面を探検する。 だが砂漠地帯への入域許可証の取得は困難になった。1910年にはもうドイツとイギリスの緊張は高まっており、両国は他国の世界各地におけるどんな活動にも敏感になっていた。シュトローマーはやっとのことで許可証を手に入れた。シュトローマーとマルク・グラーフはカイロからギーザイ汽車で移動し、そこでラクダ使いのラーンと合流した。こうして、 ギザの大地の横断を開始したのは11月19日午前9時40分のことである。シュトローマーの目的は北アフリカにおける初期の哺乳類の化石を探すことであった。当時人類の起源はアフリカではなくヨーロッパ大陸にあると広く信じられてたが、シュトローマーはそうは考えなかったのである。とはいえ、シュトローマーはこの探検で初期の哺乳類を発見することは できなかった。その代わりに、全く違う、大発見、エジプトで唯一知られる恐竜を発見したのである。シュトローマーが、ワディ、エルナトルーンに滞在していた1910年の日記には、彼が何マイルも歩き、丘を登り、谷の各所で採取した岩を、ハンマーで破剤するなど、追加中活動していた様子が、記されている。彼はほぼで調査を続けたが、ワディ、 エルナトリウンで追やした数週間にこれといった収穫は得られなかった。彼が見つけたものは延々と出土するサメの葉、カメの甲羅化石の断片、それに時折出てくるワニの顎化石程度であり、哺乳類の化石は全くなかった。12月、彼は失望のうちにカイロへ戻った。シュトローマーがカイロへ戻るも、マルクグラーフはワディ、エルナトリウンに残って、 調査を続けるよう指示されていた。一週間ほどの後、マルクグラーフは小さな猿の頭蓋骨を発見し、これをシュトルオマーに見せると彼は大層を喜んだ。この猿はマルクグラーフに懸命して、リビパシーカスマークグラフィーと命名された。探検の第二段階は12月、ナイル川をさらに上流に遡って行われた。しかし、ワディ、 エルナ・トルーン以上の幸運には見舞われなかった。さらに困ったことに、マルク・グラーフは、持病を再発し、最も有望であった、探検計画の第三段階、バハリアのオアシス、探検に同行できなくなってしまった。シュトローマー自身は、アラビア語をほとんど知らず、また、エジプト西部砂漠の辺境の土地感も全くなかったため、突然右腕を失った彼の探検は、キロに立たされた。 結局、シュトローマーは、ドラゴマンと呼ばれる、ガイド圏通訳の人間を探し出し、事態はようやく落ち着いた。それでも、西部砂漠の探索の許可を得るのは容易ではなかった。1911年1月3日、シュトローマーとクルーは汽車に乗って、西部砂漠へと向かった。鉄道は、バハリアオアシスの南端で終点になっていた。彼らはそこで簡素なホ布のテントを張って、 夜を明かし、鶏肉と米で簡単に食事を済ませた。翌日の正午には、シュトローマー一行は、砂漠の奥地へと踏み込み、バハリア探検が開始された。彼のキャラバンは、砂漠では貴重な牧草地を探しながら非常にゆっくりと進行した。これは、隊員の一人が、ラクダの会話の購入を惜しんだためで、シュトローマーは、奮然とするしかなかった。 砂漠の日差しは白い岩に反射して非常に眩しく、シュトローマーはしばしば特注のサングラスをかけねばならなかった。また真冬の空気はとても冷たく、彼は体を温めるためにラクダに乗らずによくその横を歩いたという。一週間以上の行軍を経て1月11日にシュトローマーらは目的地に到着した。彼はこの谷の岩を 死神魚に属するものと思っていたため、この場所なら、哺乳類の化石を発見できると考えていた。当時の他の科学者たちと同様、死神魚は、ほんの数百万年前であり、白亜紀の終わりは、さらにその200万年ほど前であろうとシュトローマーは、見積もっていたのである。彼は、地質時代の目測を6000万年ほど誤り、恐竜時代の真っただ中、の類想に踏み込んだ。 探検チームは探検期間中マディシャという小さな町に滞在した。翌日探索に出発する計画は砂漠の天候悪化に阻まれ、なんと雨まで降ってきた。彼は探索計画を翌朝出発に変えたが深夜に激しい砂嵐がマディシャを襲い翌日いっぱい吹き荒れたので全員がテントに缶詰になった。1月14日に ようやく天気が収まり出発することができた。彼が初日に発見したのは化石化したサメの脊椎骨、魚の葉、経過目数点程度だった。1月18日になって、ようやく苦労が報われた。彼がエルディスとの南縁を歩いていると突然目に入るものがあった。大きな骨が3つあり、私はそれを掘り出し写真に撮ろうとした。上司はひどく風化しており、 不完全だったが、長さは1 1 0トル、太さは1 5トルある。その下の2番目のものは、状態が良く、おそらく大腿骨で、長さは9 5トル、中間部の太さは1 5トルである。3番目は地中に深く埋まっており、発掘に時間がかかりそうだ。彼はその朝、座骨、恐竜の骨盤の一部、一端が、突上の脊椎骨。 巨大なカギズと彼が記述するものも発見した。彼は後悔たっぷりに日誌にこう記した。このような巨大な詩をどのように保管すればよいのかわからない。そしてマルクグラーフから習ったアメリカ方式を行い、カヤを切り裂きこれを小麦粉と水を混ぜて作ったペーストにつけて大きな骨を二つ包装した。エルディストでの大成功にもかかわらず、翌日彼はチーム全員で、 ケベルハマドの周辺に移動した。数体の恐竜、魚、サメの骨を発見したが、さらに少々発掘をした後で荷物をまとめ2日後に、ここをたちラク村へ向かった。2月18日、シュトローマーはドイツへ帰国の途に着いた。その後しばらく彼は、バハリアオアシスで発見された恐竜に関する驚くべきユニークな知見を次々発表し、 それゆえ、同時代の古生物学者で、最も著名になるはずだった。ところが、現実は違った。彼は発見したものでなく、失ったものゆえに記憶された。不完全ながらも唯一のスピノサウルスの骨格を、はじめとするシュトルオマーの化石、地図、調査の詳細といったコレクションは、第二次世界大戦における、イギリス空軍による1944年4月24日の、 ヨルミュンヘン空爆の際、収蔵していたミュンヘン博物館と共にすべて破壊されてしまった。シュトローマーはコレクションが危険にさらされていることを認識しており、収集物の移動を要請していた。しかしその予見が反圧行為とみなされ、強制収容所を送りにすると脅迫を受けた。シュトローマーの代わりに、ドイツ軍に所属していた三人の息子たちが激戦地へ転戦さられてしまった。 その結果、二人が死亡、もう一人は捕虜となった。捕虜になった息子もすでに死んだと皆は思っていたが、シュトルオマーが1952年、82歳まで生きながらえたのは、この息子が生きて帰ってくるという希望を持っていたためとも言われる。捕虜となった息子、ウォルフガング・シュトルオマーは1950年にシベリア抑留の末、ドイツに帰還した。ウルフガングは帰還後、 法学を学び検察官となり、1952年に結婚、同年12月中旬にエルンツとシュトローマーは亡くなった。1990年までエアランゲン・ニュルンベルク大学などで経済、技術史の教授の地位にあり、経済誌や家族誌の著書を多く出版したウォルフガングは、引退後の1995年に父の恐竜研究の写真を博物館寄贈し、 1999年9月8日に亡くなった。1998年、当時アメリカのペンシルベニア大学で、古生物学博士課程に在籍していた学生、ジョシュア・スミスとマット・ラマンナは、博士号研究テーマに、シュトルオマーの後90年近く手付け数の状態にあったバハリアオアシスに注目した。 くしくも同じ博士課程にいた学生が1999年1月にエジプト調査を予定しており、助手にスミスを雇おうと考えていた。スミスはシュトローマーの発掘現場で調査する時間を持つことを条件に助手を引き受けた。この時のわずか2日の調査でスミスは恐竜の骨のかけらを発見した。 寄付金とボランティアを募り、2000 2年の1月月かから2月に6週間かけて、スピノサウルスの再発掘などを目的にシュトローマーの調査現場2カ所を含む計8カ所で作業を行い、スピノサウルスだけでなく新種の恐竜の骨まで発見することができた。新しく発見された巨大なキタノサウルス類の恐竜はシュトローマーへの敬意を表してパラリティタンストローメリ。 え、エープララタイトンストロメリーと名付けられた。発見は2001年6月1日号のサイエンス誌で発表された。パラリティタンの発見半年後の2000年6月、研究でドイツを訪れていたスミスは、博物館で古生物学の古文書の中からシュトローマーが撮影したスピノサウルスの写真画像を発見した。これは、息子のウォルフガングが、その5年前に寄贈したものであった。 コレクションが第二次大戦の空爆で消失して以来、シュトルオマーの発見を裏付ける物的証拠は彼の手書き資料だけであったた、写真の発見は研究史上大変貴重である。また、スミスは写真と1915年にシュトルオマーの描いた図を比べて、シュトルオマーの図が写真に写された構造と一致しているのは素晴らしいと述べいる。スミスの調査や 発見の記録は、ザロスとダイナソースオブエジプトというタイトルで、書籍や DVD 化され、アメリカで2002年に発行された。日本語訳、失われた恐竜を求めて、最大の肉食恐竜をめぐる100年の発掘プロジェクトも2003年8月に、刊行されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。